こんにちは、マヌリアです。はい、今回もですね、性のお悩み解決相談室なんですけども、私最近恋愛系の相談もちょくちょくいただくんですよ。で、普通だと性のお悩みだとそういうの採用できないんですけど、ちょっと最近増えてきたので、今回は試しに性のお悩みなんですけども、今回は特別編で恋愛系の相談に答えていきたいと思います。こちら評判が良かったら、性のお悩み月に4本出してるんですけど、まあ2本恋愛系の悩み、2本は性の悩みみたいな感じで、まあ評判が良かったら回数増えていくと思うので、まあとりあえず試しに今回は特別編ということで2つお悩みに答えていきたいと思います。はい、まず1つ目、優しすぎる彼氏とかって続かないですよね。あと束縛とか重すぎるのって言うのもあんまり良くないですよねってことなんですけども、束縛とか重すぎるのって言うのもあんまり良くないってどういうこと？相手に対して言うのが良くないってことだと思う？そうそう、言う相手に対して。あ、なるほどね。私の件、これ人それぞれだと思うんですよ。私は優しすぎるぐらいの人がちょうどいいんですよ。ちなみに私が言うと、私的には優しすぎる人がちょうどいいんですけど、優しすぎるのがあんまり続かないって人も多いと思うんで、これはもうその人がどのぐらいのその優しさのレベルを求めてるのかと、この人がどのぐらい、この彼氏さんがどのぐらい優しいかの頻度によると思うんですよ。で、何でも例えばですけど、私の中のなんだろう、その優しいの定義って、別に何をしても怒らないのが優しいってとは思わないんですよ。例えば普段、今日かわいいね、今日あ髪の毛染めたんだ、あリップの色変えたんだねとか、例えばそういうちっちゃい変化に気づいてくれる、そういう彼氏は全然優しくていい人だと思うんですけど、じゃあ例えばこれで私が何か悪いことをしました、例えばね、相手の携帯を勝手に見てしまいましたとか、そういうなんかそういう悪いことをした時に、いいんだよ、そうだよねって言って許してくれる彼氏、これに関しては優しいと思うけど、優しくないと思うんですよ正直。なんでかというと、その自分が悪いことをした時にそれはダメなことだよって教えてくれるような人が本当に優しい人だと私は思ってて、だからなんだろう、優しいも内容によると思うんですよ。普段自分のことを甘やかしてくれる、これに関しては私もそういう人の方が好きなんですけど、じゃあ私が悪いことをしてしまいましたってなった時に、相手がお前がやったことは正しいことだよって言って、それをかばうじゃないですけど、いやそれは悪いことだよって注意しない彼氏は、これに関しては私あんまり良くないなと思います。好きだからこそ何でも褒めてあげたいし、何でも優しくしてあげたいけど、優しいにもそういう種類があるっていうか、だからそのこの相談者さんの彼氏がどのタイプなのかわかんないけど、悪いことは悪いってきっちり叱ってくれる人の方が本当に優しい人だと思います。好きな人のことを思って褒めるだけじゃなくて、ちゃんときちんと叱ることができる彼氏さんの方が本当に優しい彼氏だと思うんで、そういう彼氏さんだった場合、優しすぎても付き合い続けた方がいいと思います。はい。で、束縛とか重すぎるのを相手に言うかっていう問題なんですけど、耐えられないでそれが原因で別れるぐらいだったら一回言ってみた方がいいと思います。で、言ってもダメならもう別れましょう。でも言わないで我慢し続けると、結局どっちかが我慢して付き合い続けると、必ずどっちかがある日突然爆発して大喧嘩になるんで、ちっちゃい悩みとかそういうちょっと嫌なことは普段から言うようにしてった方が、喧嘩も少なく仲良くいられるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに皆さん、束縛ってどこから束縛だと思いますか？これって浮気もどこから浮気だと思いますかって言うんですけど、のと一緒なんですけど、私は束縛は誰とどこで何してるのって言われ始めたら、ちょっと束縛だなって思います。これなんて言うんだろうな、別にやましいこと何もないし、なんかじゃあ友達とって、あ、なんていうの、女友達と遊ぶよって言っても、どこでとか詳しく聞かれちゃうと、別にやましいことしてないから言えるけど、すごく監視されてる気分になるのと、信用されてないんだなって思って、なんかちょっと嫌だなって思います。なんかあれだよ、例えば毎回毎回そうだったら嫌だってことだけで、たまにそういうのを言われるぐらいだったら可愛いなって思いますけど、毎回毎回もう常になんか写真付きで送れとか、なんかそういう感じだったらちょっときついなって思いますね。その場合でも、私がもし束縛がきつすぎる彼氏だったら多分言うと思います。ちょっとこのままだときついなみたいな。でもその言い方もなんかこうだから嫌なんだよねみたいな、なんかそういうきつい感じじゃなくて、もっとこうした方がうまくいくと思うんだよねっていうか、もうとりあえずは信用してっていう話を多分すると思いますね。これ難しいね。まあ言ってみてもいいと思います。その束縛に関してはきちんと言い方を間違えなければ理解してくれると思います。本当に好きなら。優しすぎる彼氏っていうのは、何でもいいよいいよって言うんじゃなくて、ちゃんと自分のことをダメな時に叱ってくれるような彼氏だったら、とてもいい彼氏だと思うので、大事にした方がいいと思います。何でも言うことを聞くとちょっと違うと思うんで、頑張ってください。ということで次、
好きな子がいて彼女にしたいのですがどうしたらいいでしょうか。何回かご飯は行って飲みにも行ってます。相手にいきなり告白しても大丈夫でしょうかってことなんですけど、何回ご飯に行ったかによると思うんですよ。これが10回だったら遅いと思うし、3回だったらまあそろそろいいんじゃないかなと思うし、たった1回2回会っただけだったらまだかなと思うし、これって難しいと思うんですよ。でベストもなんかそう、でもなんだろう、この女の子の好きな子がどういう態度をあなたにしているかがわからないんです、私はこの文章だけだと。だから女の子が普通のね、まあ、私含め多分普通の一般論じゃなかったらごめんなんですけど、私の感覚でいくと、何かワンチャンなんかすごいもう極論ね、これ男友達だって思ってたら別ですよ。もうこれ何年もね、何年も何年もずっと男友達だと思ってたら別ですけど、じゃあ初めて会って初めてご飯に行きましたみたいな、しかも二人きりでご飯行くってなった時に、ワンチャン何もないような人とわざわざ二人でご飯に行くっていうことは、私の中ではそもそもありだと思ってるから行くんですよ。だからもうだって超嫌いなやつと2人でご飯に行ったり、超嫌いなやつと2人で飲みに行ったりとか、そういうのって本当に嫌いだったら時間も作らないと思うし、わざわざ予定も空けないと思うんですよ。でもそれをこうちゃんと時間を作って会ってるってことは、これ2人でご飯に行ってたらありだと思うんですよ。ただこれご飯も行ってて飲みにも行ってるってことは、これ2人なのかこの複数人なのかちょっと分かんないんですけど、まあ2人で行ってたとしたらありなのかなと思います。あとこれ回数ですね。もう10回も20回も飲みに行ってんだったら、女の子の中では多分、私は基本出会ってからこの人はどういう位置づけにしようと思って結構こう模索するんですよ。でも5回以上何もなかったらもう友達としてという認識に持っていくんですよ。だから私の中ではね、だからこの子は別になんか違うのかもしれないけど、難しいな。多分なんかだんだんこう向こうも10回も20回も仮に遊んでたとして何もなかったとしたら、もう期待するだけ無駄だと思い始めるんですよ、女の子って。多分自分からも言いたくないしみたいな。だから諦められてるような可能性もなきにしもあらずみたいなとこがあると思うんですよ。だからなんて言うんだろうな、まあ回数によると思いますけど、まあ 5回ぐらい行ってるんだったらそろそろ行ってもいいのかなと思います。あとはもう彼女がどういう行動をしてるのかを飲みに行ってる時分かんないんで、もしかしたらなんかなんて言うんだろう、全くなんか好きじゃない人にするような素振りをしてるかもしれないし、もしかしたら好きだよってアピールをちょっと遠回しにしてるかもしれないし、分からないんですよ。もう告白しても大丈夫でしょうかっていうのに関しては、告白する分には全然問題ないと思います。ただそれがどのぐらいの勝率があるかっていうのは、この文章だけの情報が少なすぎて何とも言えませんっていうのが正直なところで、 1,2 回しかご飯行ってないんだったらまだあと 1,2 回待った方がいいかなっていうのもあるし、2人でね、これね、2人でご飯に行ってって前提ね、だったでまだ 1,2 回しか行ってないんだったらもうちょっと様子見た方がいいかな。 1,2 回あと 1,2 回ぐらい、5回以内には告白した方がいいのかなと思うのと、複数人でご飯に行ったり飲みに行ってるんだったら、とりあえずはまずもう2人でご飯に行くところ、誘うところから始めて3回以内ぐらいには告白した方がいいんじゃないかなと思います。うん、それがベストだと思います。いきなり告白って言ってもなんか会った瞬間好きですみたいな感じで言ったら、それそれで雰囲気ないと思うんで、ね、別にね、告白するのはいいと思うんですよ。とってもいいことだと思うんですけど、情報が少なすぎる。告白しても大丈夫なのかって言われたら多分別に大丈夫だと思います。これ2人でご飯に行ったり飲みに行ってるんだったらね、これ複数だったら話変わってくるんですけど、重要なのは回数ですね。まあ、あんまりにもご飯行きすぎてるんだったらちょっと考えた方がいいし、あんまりこうまだ何回かしかご飯行ってないんだったらもうちょっと様子見てもいいのかなと思うし、あとはその子の性格もあるだろうし、告白する分には全然問題ないんじゃないかなって思います。自分なりの言葉できっちりこう会ってね、告白した方が思いは伝わると思うので頑張ってみてください。ということで、今回は恋愛系の特別編で性のお悩みなんですけども、恋愛相談を2つ答えていったんですけども、慣れてないからあんまりうまく答えられなかったような気がしますけど、もし評判が良ければとか、 DM の内容が恋愛系が増えてきたら、またちょっと番外編でちょいちょい恋愛系挟んでいけたらなと思います。これ本当にしつこく何回も言ってるんですけど、1個だけ言っていいですか。送ってきてくれたのに関して読んではいるんですけど、すぐ返事ください。それに関して1週間後ぐらいに、性のお悩み本当は答えてないでしょみたいな文句とか、そういう言うのやめてもらっていいですか。本当に順番を決めたり内容が被ってないか確認したりとかで、なんでなるべくなんか答えてあげたいなと思うけど、こっちもやっぱ古い人からもう古い人1ヶ月ぐらい待ってたりとかもするし、そういう人から順番にやっていきたいんで、ちょっと本当に気長に待ってください。お願いします。はい、ということで、変わらずインスタの DM で性のお悩み受け付けているので、よかったら悩みがある方は DM してください。はい、ということで、今回はマネエリアとやさぐれたペッパーくんがお届けしました。以上、マネエリアでした。バイバーイ。